ちょっと損した気分になる時あるある。お風呂入る前にトイレ行ってくんだった。入浴後すぐにトイレをした時損した気がする。ちょっとここら辺で下ろしてもらおう。ちょっと上がっちゃったじゃん。目的地寸前でメーター金額が上がった時損した気がする。週末買い物に行くから1万円下ろしとこっと。けー、手数料取られるの？無料と思っていたのに ATM の手数料を取られた時ちょっと損した気がする。げー、せっかく洗濯したのに靴下入れ忘れてるじゃん。洗い忘れた洗濯物を発見した時損した気がする。カク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 、炭酸抜けてんじゃん。早くない？まずいな。後で飲もうと思っていた飲みかけのジュースの炭酸が消えていた時損した気がする。あれ、お湯溜まってないじゃん。どうして？お風呂を溜めていたつもりが洗をしていなかった時損した気がする。うっそー、安くなりすぎでしょ。ほぼ半額じゃん。最悪。定価で買った服がセール品になっていた時損した気がする。いやー、私の動画面白いよね。登録者100万人もすぐ行くんじゃね。ゲリ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 、今まで Wi-Fi 繋げずに動画見てたの？やっちまった。 Wi-Fi に繋いでいたつもりが繋がっていなかった時損した気がする。チャンネル